本記事では、ベネツィア共和国の海外植民地であった時代のクレタ島について解説する。ベネツィアによるクレタ島支配は、ベネツィアが同島を軍事的に征服した1205年から1212年頃から、クレタ戦争中にオスマン帝国によって占領されるまで続いた。クレタ島は、当時から近現代までカンディアという名前で一般に知られていた。これはその首都、カンディア。 カンダクスから来ている。現代のギリシア史学では、この時代はベネトクラティア、またはエネトクラティアとも呼ばれている。後世の植民地帝国に通じる経営が行われたことから中世世紀から中世後期にかけての西欧世界拡大の文脈でも捉えられ、フランスの歴史学者フレディティリエはベネツィア領クレタを 中世に存在した唯一の正真正銘の植民地と表している。クレタ島は1204年に第4回十字軍によってビザンツ帝国が崩壊するまでその一部であった。十字軍の指導者たちはビザンツ帝国領をおのの間で分割した。クレタ島は当初モンフェラート公募に発掌一世のドリブンとなった。しかし彼は 実際にこの島に支配権を及ぼすことができず、すぐにその権利をベネツィア共和国へ売却した。ベネツィア軍は1205年に初めてこの島を占領したが安定させるまでには、特にジェノバ共和国の脅威を完全に排除するには1212年までかかった。その後、新しい植民地として次第にその輪郭が形作られた。クレタ島は6の地区に分割された。 これは、ベネツヤ本国の地区区分にちなんで命名された。同時に、クレタ島の首都カンディアは、コミューンベネチュラムとして、直接統治された。ティノス島とキティラ島もまた、ベネツヤの支配下に入り、ベネツヤ領クレタの半島となった。14世紀初頭、地区区分は4つに再編された。これの境界は、現代のギリシア共和国の県とほぼ同じである。 ベネツヤ支配の最初の2世紀の間、聖教会信徒の現地ギリシア人による、ローマカトリックのベネツヤ人に対する反乱が頻発し、二階ア帝国がしばしばこれを支援した。1207年から最後の大規模反乱である1360年代のサンティトの反乱まで、その数は18回を数える。その後、時折発生する反乱やトルコ人の襲撃にも、かかわらず、 クレタ島は大きく繁栄し、ベネツィアの統治を通じて当時イタリアで進展していたルネサンスの影響が及んだ。その結果、ギリシア世界では他に比類のない芸術と文学の復興がもたらされた。最終的にエルグレコを生み出す絵画のクレタ派は、イタリアとビザンティンの様式を統合し、また、ベネツィア時代には現地の表現を使用した広範な文学が登場した。 これは17世紀初頭のロマンス作品、イロタクリートスとエリファイルで頂点を迎える。1571年のオスマン帝国によるキプロス征服の後、クレタ島はベネツィアに残された最後の主要海外領土となった。ベネツィアの相対的な軍事的劣勢は、クレタ島の富や東地中海の海路を支配するその戦略的に重要な立地と、 相まってオスマン帝国の注意を引きつけた。ベネツィアとオスマン帝国はクレタ島の支配権をめぐって長く悲惨なクレタ戦争を戦った。オスマン帝国は迅速にクレタ島を占領したが首都カンディアの奪取には失敗した。カンディアは優勢なベネツィア海軍の支援とオスマン帝国が他の地域での出来事に煩わされたことで1669年まで 持ちこたえたが、最終的に陥落した。そして、ソーダ島、グラムブサ島、スピナロンガ島という三つの島だけが、ベネツィアの手に残った。ベネツィアは、モレアス戦争の最中に、カンディアの奪還を試みたが失敗し、最終的に、全勝地となるこれら三つの島も、最後のオスマン帝国とベネツィアとの戦争の最中の1715年に、 オスマン帝国の手に落ちた。なお、日本語において、クレタ島のベネツィア時代を指す定まった用語は存在しない。当時の名称としては、カンディア王国、またはカンディア公国が用いられたが、日本語の書籍、論文でこの用語が使用されることはない。したがって、本校の記事名は暫定のものである点に留意されたい。ベネツィアは、 クレタ島と長い交易関係の歴史を持っていた。繰り返し発布されたビサンツ帝国の金印直書によって、ギリシア全域の都市と島々において、ベネツヤ人は関税を免除されていたが、クレタ島も免除を受けた島々の一つであった。これは1147年に始まり、ついに1198年にアレクシオス3世との条約によって確認された。 この特権の対象となった地域の大部分が1204年4月の第4回十字軍によるコンスタンティノープル占領の後のビザンツ帝国分割においてベネツィア共和国領とされた。これにイオニア諸島、サロニカ湾、そしてキュクラデス諸島が加わり、またベネツィアはギリシア本土に海上貿易の拠点として有益ないくつかの海岸地域を勝ち取った。 最終的に1204年8月12日、ベネツヤ人は、商売的であった、ジェノバ人を出し抜いて、モンフェラート公ボニファッチョ一世から、クレタ島を獲得した。ボニファッチョ一世はアレクシオス4世によってこの島の所有権を約束されていが、実際にはその権利をわずかにしか行使できなかったので、1000枚の銀貨等の歳入として得られる、合計1万枚のハイパーピラカ。 そして、テッサロニキ王国獲得に対するベネツィアの指示と引き換えに、クレタ島に対する権利を売り払った。数週間後、ベネツィアの獲得領土は、ビザンツ領分割についての取り決めで公式化された。ベネツィア人は、自身の獲得した権利を現実の権力として行使するため、クレタ島の沖合にあるスピナロンガ島に小規模な軍を上陸させた。しかしすでに、 クレタ島に植民地を持っていたジェノバは迅速に行動した。エンリコ・ペスカトーレの指揮と現地の民衆の指示の下で、ジェノバは間もなくクレタ島の東部と中央部の支配権を握った。1207年のラニエリ・ダンドロ・トル・チェロ・プレ・マリノが指揮する最初のベネツヤ人の攻撃は排除され、続く2年間にペスカトーレはいくつかの孤立したベネツヤの守備隊の駐留地を除き、 島全体を支配下に置いた。ペスカトーレは、クレタ島の正式な王としての承認を得ることを、試み、ローマ教皇に誓願さえした。しかし、ベネツヤは、クレタ島を占領することを決定し、ペスカトーレは、ジェノバ本国からほとんど支援を受けることができなかった。1209年、ベネツヤは、カンディアにほど近いパレカストロの占領に成功した。 クレタ島からペスカトーレを排除するにはさらに1212年までかかり、その副艦のアラマンノデコスタはさらに長い期間、島に踏みとどまった。クレタ島をめぐるベネツヤとジェノバの戦争は、1217年5月11日の条約において、ベネツヤがクレタ島を所有することを確定して終わった。イラクリオンにあるベネツヤのロッカールマーレオサイ。ジャコモティエポロは、 クレタ港の称号を得て、カンディアに拠点を置き、この新しい州の初代総督となった。クレタ島における、ベネツィアの支配を強化するべく、ティエポロは本国から植民者を送り、ベネツィア人植民者たちには、土地が分与する代わりに軍役につく案を提案した。この案は承認され、1211年9月10日に、ベネツィアで、これに関連した検証である、 カルタ感染者ニスが宣言された。騎士として報酬する132人の貴族と45人の富裕市民がこの最初の植民に参加し、1212 12年3月20日にベネツィアを出発した。さらに1222年、1233年、そして1252年の3回、植民者たちが送り込まれ、後年も移民は不規則な形態で継続した。総計で、 1> 約1万人のベネツヤ人が、クレタ島ベネツヤ領有後の最初の1世紀の間に移住したと推定されている。当時ベネツヤ本国自体の人口は約6万人であった。1252年の植民の結果、長く放棄されていた古代都市キュドニアの跡地に金屋が創始された。ベネツヤ人は、クレタ島を利益率の高い東方貿易の拠点都市、 植民者に放置を分配した。また、食料と原材料の生産に特化した農業生産体制を敷き、近代の植民地帝国とも似た生産と流通の分業体制を構築した。クレタ島の輸出品は、第一に小麦とデザートワインであり、量はそれに劣るが、木材やチーズなどもあった。ベネツヤのクレタ島支配は、現地人の敵意に遭遇して、 当初から問題を抱えていた。中世主学者、ケネスセットンの言葉を借りれば、ベネツィアは、この島を確保するために、絶え間ない用人と人的資源及び、資金の大規模な投入を必要とした。ベネツィア支配下において、少なくとも大小合わせて27回の反乱、または陰謀が記録されている。貴族と民衆の双方によって構成される現地のギリシア人は、 独自の法律を持ち財産も維持することを許されていたが、ラテン人の支配及びラテン系ベネツィア人エリートとの間の激しい差別に憤慨していた。ベネツィア人エリートたちは、クレタ島の行政府と軍関係の抗移職を独占しており、クレタ島を経由する商業取引の利益の大部分を手にしていた。ベネツィア支配時代の初期の間、ベネツィア人植民者は、 意識的に現地人から離れて居住しており、13世紀の終わりまで、現地クレタ人とベネツィア人の結婚さえ禁じられていた。13世紀のベネツィア領クレタにおける、ベネツィアの主要植民先都市とアルコンの拠点すでに1212年に、アギオステファノス家の兄弟が、おそらく最初のベネツィア人植民者の到着と、クレタ島の貴族及び、聖教会の資産没収のために、 らしき高原で反乱を起こしていた。この反乱はすぐに、クレタ島の東部全域に広がり、ナクソスコマルコ一世サヌードの介入によって、ようやく鎮圧された。マルコ一世とティエポロは、その後対立し、マルコ一世はこの島を自分自身のために征服する、ことを試みた。マルコ一世は強力な、アルコンのセバストススコルディリスを含む、現地人から、かなりの支持を獲得した。 彼は、カンディアさえ脱出し、ティエポロは助走してすぐそばのテメノスの要塞へと逃げ延びた。その後ティエポロは、ベネツィア艦隊の来園によって、カンディアを奪回し、マルコ一世は金銭及び食料と引き換えに、この島から退去することに同意した。マルコ一世に組みした20人のギリシア人領主が、彼に同行して、ナクソス島に移った。この最初の反乱の失敗は、 クレタ人の反感を打ち払うことはなかった。1217年、スコルディリス家の所有する、数頭の馬と、牧草地が、モノパリのベネツィア人、レクトールに奪われ、クレタ公、パオロク・エディーニがこれを適切に処理しなかったことは、ギリシア人貴族コンスタンティノス・スコルディリスとミカエル、メリシノス率いる、大規模な反乱を招いた。上、 シュビリトスとしたシュビリトスという二つの山岳地区を拠点に反乱軍は繰り返し、ベネツィア軍を撃破し、間もなく反乱はクレタ島の西部全域に広がった。反乱を抑える力がないことが証明され、ベネツィア人は交渉に望みをつないだ。1219年9月13日、クレタ港ドミニコデルフィーノと反乱軍の指導者たちは条約を取り結び、 ギリシア人貴族に対して放置と様々な特権が与えられた。75人の濃度が解放され、パトモス島の神学者聖ヨハネ修道院のポドボリへの特権が確認された。また、ベネツィア市民はクレタ人平民に対する犯罪の処罰について責任を持つことになった。これと引き換えにクレタ人の貴族たちはベネツィア共和国に対する忠誠を誓った。 この条約は、クレタ島の現地貴族が、ベネツィア人植民者の危険と同等の立ち位置を形成するという重大な影響を与えた。だが、1222年の第2回目の植民者たちの到着は、再び、テオドロス・メリッシノスとミカエル・メリッシノスの指揮による反乱を引き起こした。ベネツィア当局は、もう一度反乱軍の指導者たちと条約を結び、二つの放置について、 彼らに情報した。新たな反乱が1228年に勃発した。スコルディリス家とメディッシノス家だけではなく、アルコレオス家とドラコンとプロス家がこれに関与した。両方の陣営が外部勢力に支援を求め、クレタ公、ジョバンニ・ストロランドは、マルコ一世イサヌードの息子、アンジェロ・サヌードに支援を求め、クレタ人たちは、ギリシアのニカイア帝国に支援を求めた。 33隻のニカイア艦隊がクレタ島に到着し、1230年代には、ニカイア軍はクレタ島の大部分の地域でベネツヤの支配に対抗して、軍団を駐留させることができた。1233年、1234年、1236年に結ばれたベネツヤとクレタ人の一連の条約は、現地の貴族たちに新たな特権を与える情報を知って終わった。 ドラコントプロス家のみは、なおもニカヤ軍の残党と共にミラベドの要塞を拠点に戦いを続けた。それは、ロードス島の自立的なギリシア人支配者、レオンガバラスの支援によってのみ維持可能であり、ベネツィア人は1236年にニカヤ軍をコアジアへ撤退させることに成功した。その後のドラコントプロス家の運命は不明であり、彼らはもはや資料に登場しない。 ビザンツ皇帝ミカエル8世、パレオロゴス1261年にミカイア帝国によってコンスタンティノープルの再征服が達成されビザンツ帝国が復活した後皇帝ミカエル8世はクレタ島の奪回に励んだ。1262年にスコルギリス家、メリッシノスケ、そしてコルタチスケの下でミロポタモスを拠点に反乱が勃発した。ミカエル8世は この反乱に即座に反応し、ステンゴスという人物に、軍船一隻と兵を預けて、クレタ島に派遣し、反乱を起こしていた、ギリシア人貴族のゲオルギオス・コルタチス及びミカエル、スコルディリス・プサロメリンゴスと接触を持たせた。この反乱は4年間荒れ狂ったが、その展望は明るくなかった。ミカエル8世は、いかなる実質的な支援もできなかったのみならず、 クレタ島の貴族たちは反乱の家中でも、ベネツィア当局との連絡も維持し、最後には、ベネツィアとビザンツ帝国のうち優勢な方に味方すべきだという、日和み的な姿勢で応じた。ステンゴスは、ギリシア人貴族アレクシオスカレルギスによって、ベネツィア当局に、その存在を密告されて、行方不明となった。最終的に1265年6月18日付の、 新しい条約によって、反乱は終結し、クレタ島の貴族たちの特権が再確認され、反乱軍の指導者たちに新たに二つの放置を与える、ことが定められた。しかしその翌年、コルタツスケの兄弟であるゲオルギオスとテオドロス、そしてアレクシオスカレルギスを含むクレタ島の貴族たちが、新たな反乱を起としているという噂が広まった。クレタ港。 ジョバンニ・ベレニオの大胆な介入とカレルギスの優柔不断とによって、これらの計画は失敗に終わった。ミカエル八世は1268年と1277年に条約を締結し、クレタ島をベネツィアが支配することを承認した。この時の条約で、クレタ島のギリシア人たちが、クレタ島に自由に居住できること、また、クレタ島を立ち去ることができること、 ベネツヤが捕虜としたギリシア人を解放することも定められた。しかしながら、1272年、または1273年、ゲオールギオス・コルタチスとテオドロス・コルタチスは、東クレタでラシティ公園を拠点に、さらなる反乱を起こした。1276年、反乱軍はメスサラ平野での野戦で、クレタ港とその補佐官に勝利し、この カンディアのベネツィア植民地の花は散った。反乱軍はカンディアを包囲したが、勝利を目前にして、くれた貴族たちは内部対立を始め、崩壊し始めた。プサロメリンゴス家の一族の一人が戦利品の分配をめぐって、コルタチス家の一族の人物を殺害した後、両者は不和となった。同時に、アレクシオスカレルギスは、公然とベネツィア人と協力した。 ベネツィアから大規模な援軍が到着すると、1278年に、この反乱は、最終的に鎮圧され、コルタツス兄弟と、数多くいたその支持者たちは、ビザンツ帝国へと逃げ、おのおのの地で、ビザンツ帝国に仕えた。アレクシオスカレルギスが、ベネツィアと現地の同胞たちとの、間で二股をかけ、陣営を行き来していたにもかかわらず、 コルタチス兄弟が敗北した結果、アレクシオスカレルギスは、クレタ島の貴族たちの中で、最も尊敬されるべき地位に残った。その強大な財力と、その報道となったミュロポタモスの戦略的重要性も、また、彼に大きな力を与えた。このことが彼に対する不信を、ベネツヤ人に抱かせた。だが、アレクシオスカレルギスの力を抑制しようとする。 ベネツヤ人の努力は裏目に出て、1282年に、クレタ島のすべての反乱の中で最大かつ最も、暴力的な反乱の勃発を引き起こした。この反乱もビザンツ皇帝ミカエル八世が、ベネツヤ人を格乱するために秘密裏に支援していた、可能性が高い。ベネツヤ人たちは、ミカエル八世の最大の敵である、シチリアオーカルロ一世と同盟を結んでいた。 カレルギスの反乱には、最も有力なクレタ貴族たち、ガバラデスケ、バローチェスや、ブラストイーケ、そして、テオドロスとゲオルギオスの甥ミカエル・コルタッチスさえも、参加した。反乱は、急速に、島全体に拡大した。ベネツヤ人は報復処置をとって、これを抑えようとした。彼らはしばしば基地や避難所として、反乱軍に使用されていた、正教会の修道院に火をかけ、 捕虜を拷問にかけた。1284年初頭、かつての反乱でその拠点となった、ラシティ高原への移住と居住は、羊の放牧さえも含めて、完全に禁止されることが宣言された。しかし、ベネツィア本国から絶え間なく援軍が送り込まれて、いるにもかかわらず、反乱は鎮圧することができなかった。ベネツィア当局は、カレルギスや他の反乱指導者たちの捕獲も試みたが、 成功することはなかった。ジェノバとの間に戦争が勃発した後の1296年には、状況は、ベネツィアにとって切迫したものとなった。ジェノバの将軍ランバドリアは、カネアを占領して火を放ち、カレルギスの下へ、彼をこの島の世襲君主とすることの承認、及び、ジェノバとの同盟を提案するための使者を送った。しかしながら、アレクシオス・カレルギスはこれを拒否した。 彼のこの行動は、戦争による疲弊や内部対立とともに、クレタ人の指導者たちに、反乱の終了とベネツィアとの和解の道筋を開いた。この反乱は、アレクシオスカレルギスの平和とともに終了し、1299年4月28日、クレタ港、ミシェル・ビターリとの間に和平条約が調印された。条約の第33条では、 大社と没収されたすべての資産の返還、判乱指導者たちが判乱前に持っていた特権の確認、さらに判乱指導者たちの未返済の債務を返済するために2年間の免税が約束された。また、判乱発生中に確立された裁判結果が承認されるとともに、クレタ人とベネツヤ人の婚姻禁止が解除された。アレクシオスカレルギスは後半にわたる、 新たな特権を与えられ、四つの追加放置、称号と元々の自身の領地、軍馬を維持する権利、各地の修道院の資産を借用する権利、アリオス主教区で聖教会の主教を助任する権利、そして隣接するミューロポタモスとカラモナスの主教区を借用する権利を得た。この条約は、アレクシオスカレルギスをクレタ島の聖教と住民の実質的な統治者とした。エフェソスが、 トルコ人に陥落させられた際に、クレタ島へと逃れた、同時代の年代記作家、マイケル・ルラウズは、アレクシオス・カレルギスを、クレタの主と呼び、ビザンツ皇帝アンドロニコス2世紀の直後に、言及している。カレルギスは、以降、和平条約の条項を断固として遵守し、明瞭にベネツィアに忠誠を保ち続けた。ベネツィア当局の機能を停止させた1303年の、 破滅的な地震の後に続く新たな反乱はアレクシオスカレルギスの仲介によって阻止された。その後、1311年にクレタ公はアレクシオスカレルギスに手紙でスフィキアでの反乱先導者の情報収集を依頼した。1319年に別の反乱がスフィキアで発生した時、アレクシオスカレルギスはジョスティニアーニ公と反乱軍の間を取り持ち、 それを集結させた。同じ年、ブラスト池とバローチェスケの別の小規模な反乱も発生したが、これもまた、アレクシオスカレルギスの仲介によって終了した。ベネツィア人は、カレルギス一族をベネツィア貴族として、リブロ道路に記載し、その功績に報いたが、アレクシオスカレルギスのベネツィアに対する忠誠は別の、偉大なクレタ貴族家系からの敵意を呼び、ミューロポタモスで、 彼の暗殺が試みられた。アレクシオスカレルギスは、その晩年を1321年の死亡まで、安全を求めて、カンディアで過ごした。彼の敵対者たちは暗殺のくわだてを続けたが、アレクシオスカレルギスの暗殺はついに成功せず、ただ彼の息子、アンドレアスカレルギスをその側近の、大半もろとも殺害することのみ成功した。 アレクシオス・カレルギスによって確立された平和は、クレタコービアゴゼノが、クレタ島の海岸沿いで拡大する海賊と略奪の脅威を撃退するために、レー船の増産資金として新たな税金を課した、時に破られた。1333年に発生したこの反乱は、ミューロポタモスでの抵抗運動として始まり、バルダス、カレルギスとキサモスから来たニコラオスプリコシリです。 そしてシュロポーロス家の三人の兄弟のリーダーシップの元1333年の9月にはクレタ島西部へと急速に拡大した。バルダス、カレルギスの参加にもかかわらず、アレクシオスカレルギスの他の息子たちは、その他のクレタ人たちのように公然とベネツィア人の側に立った。この反乱は1334年に鎮圧され、指導者たちは、 クレタ島の民衆の中の重大な協力者と共に逮捕され処刑された。反乱に参加した貴族家系は追放されたが、バルダス、カレルギスの兄弟と子供たちは見せしめとして終身刑が宣告された。また、クレタ島へのヒクレタ人正教会聖職者の入党は禁止された。1341年、なおもカレルギス家の別のメンバー、レオン・カレルギスによる 新たな反乱が発生した。レオンはアレクシオスカレルギスの孫、または老いである。彼は公的にはベネツィアに対して忠実であったが、他のくれた貴族であるアポコロナスのスミュリリオスケと共謀して反乱を起こした。発生後すぐに他の地域に飛び火し、スコルディリスケ、メリセノスケ、プサロメリゴノスケその他の貴族が参加した。 アレクシオスカレルギスの同盟の孫は、しかしながら、祖父と同じように、ベネツィア人に組みし、重要な支援を与えていた。彼は、スミュリ・リオスケ一等を捕らえ、この結果、スミュリ・リオスケは、レオン・カレルギスを裏切った。クレタ公、アンドレア・コルナロは、レオン・カレルギスを袋詰めにして縛り、生きたまま、海へ放り込んだ。レオン・カレルギスの敗北にもかかわらず、反乱は、 スファキアとシブリトスの支配権を握っていたスコルディリス、ケトプサロメリンゴス家の指導で継続した。反乱軍は、昭和レクシオスカレルギスを、カステリで包囲した。だが、クレタ公が、メッサラ平野で、プサロメリンゴス軍を待ち伏せによって撃破することに、成功すると反乱軍は苦境に立たされた。プサロメリンゴス家の敗北と消滅は1347年に、 訪れる反乱鎮圧の序曲であり、鎮圧作戦は今回もベネツィアによる残虐さと反乱家系の追放によって彩られた。カンディアの同伴がくれた党は、ベネツィアの植民地の中では元より最も重要なものであったが、その重要性は1453年のコンスタンティノープルの陥落の後、オスマン帝国が他のベネツィアの海外領土を一連の戦争で、 奪い取り始めると、ますます増大した。16世紀半ばまでに、クレタ島は、英華界に残された、唯一のベネツィアの主要拠点となっており、1570年から1571年に、かけてのキュプロス島の創出の後には、当地中海全体における、唯一の拠点となった。クレタ島はこれらの紛争とますます深く関わるようになり、 オスマン帝国とベネツィアの最初の戦争の最中の1471年には、オスマン艦隊が、クレタ島東部のシティア周辺を略奪した。オスマン帝国とベネツィアの3度目の戦争では、オスマン帝国はスルタンが、クレタ島の大君主の地位を持つことを認め、毎年の効能を支払うことを要求した。百三十八年六月、オスマン帝国の帝徳バルバロスハイレッティンは、 ミュロポタモス、アポコロナス、そしてカネアにほど近いケラメアを占領したが、成功せず、その後、レシムノンとカンディアに向けて進軍した。ベネツィアは、現地住民に恩赦と免税をアピールする、ことによってのみこの都市を維持することができた。とりわけ、カレルギスカの兄弟、アントニオスとマシオスに、要塞を強化するための人員募集費用を提供させる際には、 この情報が必要であった。この努力にもかかわらず、オスマン帝国は、ホデール周辺の地域を荒廃させ、ミラベロシティア、そしてパレカストローの砦を破壊した。セリナの住民が降伏して、ベネツィアの守備隊が捕獲されると、1539年にオスマン帝国の攻撃は再開された。イエラペトラの要塞もまた陥落したが、キサモスにおける、 ベネツィアの抵抗は成功した。キュプロス戦争中の1571年、クルチアリは容易にレシムノンを占領し、クレタ島を襲撃した。この結果、クレタ島に深刻な飢饉がもたらされた。幾人かの現地住民は、ベネツィアの失勢に起こり、オスマン帝国と接触を図りさえした。しかし、クレタ貴族の末退をスカルギスの仲介によって、落ち着かせ。 秩序を回復させることに成功した。2年後の1573年、カネア周辺の地域が襲撃された。オスマン帝国の脅威の出現は、ベネツヤ共和国の経済的衰退と時期を同じくしており、このことが、クレタ島の防衛力を有効に強化する能力を低下させていた。付け加えて、クレタ島内の内部対立と、現地貴族の改革に対する抵抗が問題を、 深刻にした。コンスタンティノープルの陥落は、クレタ人に深刻な動揺を与え、その余波によって一連の反ベネツヤの陰謀が発生した。最初に発生したのは、シフィス・ブラストスによるレシムノンでの反乱の計画であり、これには最後のビザンツ皇帝による偽の手紙まで用意された。この陰謀は、金銭と特権に転んだ司祭ヨア案にすりますと、 アンドレアス・ニクロスによって裏切られ、ベネツィア当局に知らされた。計画に加わった39人が告発され、彼らの多くが被災に属していた。1454年11月、これに関連して、ベネツィア当局は、聖教会の聖職者のノブ正式を5年間禁止した。1460年に別の陰謀が密告され、それによって、ベネツィア人は、クレタ島の現地人と、 ギリシア本国からの難民を迫害し始めた。レシムノンのプロトパパス、ペトロ・ザンガ・プウロスはこの陰謀の指導者の一人であった。革命的な動揺はこれで収まったにもかかわらず、ベネツィア当局は神経質であり続けた。1463年、ラシティ高原の住民は基金に対処するために穀物の栽培を許可されたが、目の前の危険が去った1471年には、 すぐに禁止され、16世紀初頭までそのままであった。1523年に初めて、ゲオルギオス・カンタノレオスの率いる別のクレタ人の反乱の動きが開始された。重税の負荷とベネツィア政府の戦亡に苛立ち、約600人がケラメア周辺で放棄した。ベネツィア当局は、当初、事態がより広範囲に飛び火することを恐れて、この反乱軍に立ち向かうことを躊躇した。 しかし、1527年10月には、ジェロニモ・コルネールは1500人の兵士と共に、反乱軍へと向けて進軍した。この反乱は荒烈な暴力によって鎮圧され、反乱を起こした地域のすべての村落が破壊された。反乱指導者のうちの3人、ゲオルギオス・コルタトシスとアンドロニコス・コルタトシスの兄弟と、レオン・テオトコポーロスは1528年に味方に、 売られて釣り下げられた。また、カンタノレオス自身も1000枚のハイパーピラ金貨で味方に売られ、追放された。全体では700人が殺害され、多くの家計がキュプロスのパフォス地方へ追放されたが、10年余り後には、その多くがクレタ島に帰還し、元の所有地を回収することが許可された。1571年に勃発した新たな衝突は、 ベネツィア人の総督マリのカバンリがスファキア地方を征服するために動いた時に起きた。遠隔の山岳地帯であった。この地方はベネツィアの実効支配が及ばないまま残されていたが、この山岳地方から低地地方への襲撃とスファキアの指導的種族間の絶え間ない圧力は広い範囲に正常不安を引き起こしていた。スファキアへのすべての道を封鎖した後、 カバッリはこの地域を破壊し始め、人口の大部分を殺害した。スフィキア人は最終的に屈服を余儀なくされ、ベネツィアへの忠誠を誓うために、スフィキア全土の代表団がカバッリの面前に並んだ。カバッリの後継者、ジャコポ・フォスカリーには、スフィキア地方を安定させるための対策を講じ、住民が自宅へ戻ることを許可したが、この地はすぐに、 再び混乱の温床となり、1608年には総督ニコラス・サグレドがスフィキア地方への再進行を準備した。しかし彼の後継者によって、この計画は尻避けられ、結局個人的にスフィキア内を巡行することで秩序が回復された。17世紀に入る頃には東、地中海交易におけるベネツィアの体調傾向は明白なものとなっており、海運における ベネツィア人の地位ははっきりと低下していた。この状況は軍事面でも同様であり、地中海における戦争を行うかどうかの主導権はオスマン帝国にあった。1644年、オスマン帝国の宮廷人を乗せた船が丸太騎士団の襲撃を受け、その戦利品がクレタ島のカネアで売却されるという事件が起きた。 オスマン帝国によって17世紀にロードス島から追放された西洋派歴史団は、その後マルタ島に落ち着き、異教徒との戦いの一環として、オスマン帝国の戦団に対して、海賊行為を行っていた。オスマン帝国のスルタン、イブラーヒームは、この襲撃をベネツィアが支援したとしてその責任を問い、翌1645年に350隻からなる大軍で、 クレタ島を攻撃した。初年にカネアの町が占領されたのに続き、海戦から3年余りのうちに、クレタ島のほぼ全域がオスマン帝国に制圧された。主婦カンディアだけがベネツヤの手に残され、彼らはこの東地中海における最大かつ最後の重要拠点を守るために膨大な努力を払った。24年間にも及ぶ長期の包囲戦が戦われ、 その間に降伏を拒否して、サンテオ道路上の瓦礫に渦漏れて戦死したビアージョ、ジュリアーニやダーダネルス海峡封鎖を試みて失敗し最後には、敵艦隊のただ中に、機関で切り込んで死亡したトンマーゾ・モロジーニなど、スータの英雄的物語が生み出された。これらは、キリスト教諸国に幾ばくかの感動を呼び起こし、ベネツヤへの支援が行われたが、その支援は一貫性を欠いており、 状況を覆すことはなかった。1667年、オスマン帝国軍は、カンディアへの総攻撃を開始し、5ヶ月の間に32回の攻撃と618回の行動爆破が試みられ、ベネツィア側に3000人、オスマン帝国側に20.000人もの戦死者を出した。しかし、それでも、カンディアは持ちこたえ、この噴戦を見たフランスが、 クレタ島へ援軍を送り込んだ。表向き、フランスはオスマン帝国との間に同盟関係があったため、フランス軍は強攻旗を掲げ、激しく戦ったが大きな損失を出し、最後には撤退に追い込まれた。1669年、フランス軍の撤退の後、ベネツヤの司令官、フランチェスコモロジーにはついに継戦を断念し、9月6日にオスマン帝国に降った。 こうして、クレタ島は、オスマン帝国の手に落ち、ベネツィアによる、クレタ支配は、終焉を迎えた。クレタ島の出荷は、政治的、軍事的に大きな意味を持ち、東地中海における、ベネツィア体制の完全な終了を象徴する、ものであった。13世紀のクレタ島における、ベネツィアのセスキエイリ、1、サンティアポストリ、2、サンマルコ、3、サンタクローチェ、4、 カステッド5サンポーロ6ドルソドゥーロクレタ島の征服はベネツィアに最初の本格的な植民地をもたらした。その後の歴史においてもクレタ島は15世紀初頭にベネツィア共和国がイタリア本土の北部地方に勢力を拡大するまで最大の占領地であった。クレタ島のような広大かつ重要な領土を統治するという経験に乏しかったことに加え、 ガレー戦で1ヶ月の旅を要するベネツヤ本国とクレタ島の距離は危険と困難の種であった。結果として他の植民地とは異なり政府は現地のベネツヤ人植民者たちによる運営を許容していたが政府職員には本国から派遣した役人を雇用していた。これはベネツヤ人植民者とクレタ島のギリシャ人の双方を親民とした。現地政府の基本的姿勢が ベネツィア本国に従順であったことは共通の利益を目指してベネツィア人とクレタ島のギリシア人が本国政府の政府に対して急合する可能性を増大させた。ベネツィア政府がクレタ島で作り上げた体制はベネツィア自体の体制をモデルとしていた。クレタ島は公のもと代表議会、元老院、12人委員会、国家検察官、そして ベネツヤにあったのと同じその他の機関によって支配された。クレタ島の公は、ベネツヤ人の危険から2年交代で選出され、4名の補佐官によって補佐された。補佐官も同様に任期2年であった。また、島の都市のレクトールが2人いた。公と補佐官たちは共に、クレタ島の死に降りや体制を構成した。また、2名、後には3名の、 会計業務にあたる自重がおり、各地区にはそれぞ独自の財務局があった。ベネツィアにとって、格別の軍事的重要性を持つ地域の常として、軍の指揮権は提徳に属していた。序列の下層は裁判官と警察官、上司、そしてグランドチャンスラーが保管した。危機や戦争の時には、プリベベリトア・ジェネラールが任命され、 党内の民政と軍政の双方において最高の権力が与えられた。1569年以降のオスマン帝国の脅威の増大のためにプリベベリトア・ジェネラーレは2年任期で常任されるようになり、この地位はベネツィアで最も高位の政治家たちによって保持された。1578年からは党内の騎兵隊の指揮及び現地の艦隊指揮を担う クレタ防衛司令官として、プリベベリトア・ジェネラーレの地位が増設され、任命されるようになった。ベネツィア本国のように、この東のベネツィアは当初6つの県に分割された。東から西へ順番に以下の県が置かれていた。クレタ島の4つのテリトリアの地図14世紀初頭から、クレタ島は4つのより大きな州に再編された。州の設置とともに、 1307年からカネアとレシムノンで、1314年からシティアでレクトールが、それぞれの首都に任命されるようになり、担当地域で民政と限定的な軍権を握った。カネアのレットレはもともと、クレタ公の4人の補佐官のうちの1人であった。カネアとレシムノンのレクトールはまたプリベベディとは及び2人の補佐官の補助を受けた。さらに、事実上そのほとんどが、 ベネツィアの支配の外側に存在したスファキアには特別なプリベベリトアが任命されていた。この地位はカンディアに従属していた。プリベベリトリはまた、ソーダ、スピナロンガ、そしてグラムブサ島といった重要な当初要塞にも任命された。クレタ島はさらに上主と島の貴族が保有する放地に分割されていた。ビザンツ帝国時代のクレタ島では、 コムネノス朝時代の属州支配の一般的傾向と同じく統治者として皇帝と遠赤関係を持つ門伐貴族階,階層がドゥークスやカテッパノという称号の下で頂点に立ち、その下に属州行政の実務を担う門伐の家人層、さらに属州行政の末端号に内元知人と支配層の間を取り結ぶ在地名簿家層という三層からなる。 支配構造が形成されていた。1204年のビザンツ帝国の一時滅亡に伴い、その最後のクレタ港であったニケフォロスコントステファノスが、コアジアへと逃れ、ビザンツのモンバツキ族層は、クレタ島の支配者の地位を喪失した。変わって入ってきた、ベネツヤア人と現地のギリシア人並びに、アルコン層の間で新たな秩序の形成が進んだ。ベネアは領有直後から、 クレタ島の主婦カンディアを中心に入植者を送り込んだ。他に拠点となる港湾都市としてカネアトレシムノンにベネツィア系人口が多数を占める港湾都市が整備された。こうした港湾都市ではベネツィアの支配が強固に推し進められ、本国から派遣されてきた総督や入植者が構成する代表議会が社会秩序を維持した。また、島の中央東部寄りに広がる 農業に適したカンディア志向配置の平野部地方では、現地の修道飲料が、ベネツィア人入植者の保持やベネツィア共和国自体の所有地に転換され、入植者が移住した。このような修道飲料の摂取は大きな反発を呼んだため、14世紀以降には緩和され、修道飲料の保全が図られるようになっていく。一方で、 カンディアお及びその周辺の平野部から離れた山間部では状況が異なった。クレタ島の東端部及び西部には山岳地帯とそれに挟まれた狭い平地からなる地域が広がっていたが、このような地域にはギリシア人のアルコンたちが拡挙していた。この山間部に対するベネツィアの支配方針は街道沿いや海沿いの拠点のみを城塞を築いて維持し、その他の内陸地方は 封建契約を結んだ自律的なアルコンや教会を媒介にして間接的な支配下に置くというものであった。しかし、ベネツィアの統治が比較的順洋に進行した平信と異なり、三幹部ではアルコンの指導のもと激しい抵抗が繰り広げられ、安定するまでには100年以上の歳月を要した。これは統治初期において実際にベネツィア人入植者が 現地に根を下ろしギリシア人との間に社会関係を構築したことで当局がその連絡経路を利用できた都市部、農村部に対し入植者がほとんど存在しなかった山間部では当局との間の連絡手段自体が乏しく紛争の解決を求めたり不満を当局に表明したりする方法が武力による実力行使しか存在しなかったことやベネツィアが想定した 封建契約による間接支配という支配形態がアルコンたちにとって経験したことのないものであり、彼らの理解が得られなかったことが要因であるとも考えられる。14世紀以降、カンディアなどの都市部でもギリシア人の居住者が増加して多数派を占めるようになり、また農村部においても初期には明白であったベネツヤ人入植者の居住地とギリシア人の居住地の境界は 次第に曖昧になった。また、ベネツィア人入植者とギリシア人家系との間の通婚も時代とともに進行した。このようなベネツィア人入植者の現地化は新たにやってくる本国からの入植者やベネツィア当局との利害関係や社会的関係を変質させ、相互の間に緊張関係をもたらした。時間とともに、 ベネツィア人入植者とギリシア人との関係が密接になる一方、ベネツィア本国と入植者の距離は遠ざかり、14世紀にはベネツィア人入植者とギリシア人が連携して、ベネツィア本国に対抗するサンティートの反乱のような事件も発生した。この反乱は、新税の導入をきっかけに発生したが、これはクレタ島の統治を含むベネツィアの公益網の 維持コストを負担するののは植民地かか本国かという問題の表面下でもあったただし、婚姻、友情、雇用、商業によって密接に結びついていったにもかかわらず、ベネツィア人とギリシア人という区分を超えた、クレタ人というアイデンティティが共有されることはなかった。彼らは密接な共生関係を構築しつつも、 自らの生まれた共同体に基づくコミュニティにその島で泊まり続けたのであり、日本の研究者、高田良太はこれを分離的共生関係と呼んでいる。だが、ベネツヤ人、ギリシア人という用語は内部に多数の階層を含む重層的な意味合いを持つようになっていった。キュプロスなど他のベネツヤの植民地と同じように、ベネツヤ人とは同質的な集団ではなく、 様々な程度に、クレタ化した、また根血したり、生活習慣を変化したりした、ベネツヤ人と、真のベネツヤ人を区別する認識が、当地中海各地で広まっていった。このことはすでに1268年の、ビザンツ帝国との条約文書において、ベネツヤ人、及び、ベネツヤ人とみなされ、そう区別される人々という表現とともに表面化、している。一方の、 ギリシア人もまた、アルコン、アルコンの配下、根結児、生殖者など様々な存在を内包する用語であることが、アレクシオスカレルギスとベネツヤとの和訳内で明記されており、その法的地位が同一でないことの確認を、ギリシア人の側が要求していたと考えられる。ベネツヤ領クレタの社会は、この共存し交わりつつも融合することのない、ベネツヤ人とギリシア人が、 さらにそれぞれの内部において多様な法的、社会的地位とコミュニティを維持、形成し、変容していく中で営まれていった。ベネツィア領クレタの経済の特徴は、本国の食料供給とワインを中心とした、モノカルチャー的な商品作物の生産に特化した農業生産である。クレタ島や周辺の支配を通じて、ベネツィアは初めて本格的に農業経営に取り組むことになった。 ビザンツ時代には農業中心の自給自足型経済であった。クレタ島の経済はベネツヤの政策によって商品作物輸出地へと変貌し近代植民地帝国にも似た分業体制が形成された。ベネツヤから植民した受風者たちは農地拡大に励み、ブドウや小麦の生産が急拡大した。クレタ島はベネツヤ海外領土の中で唯一 余剰穀物生産物を輸出する能力を備えた土地であった。14世紀以降、ベネツィア本国に向けて大量の小麦が輸出され、ベネツィアにおける穀物消費量のほぼ3分の1をクレタ産小麦が占めた。また、東地中海で活動するベネツィア軍やビサンチ帝国軍の兵糧の多くもクレタ島から多くが供給された。この戦略的重要性のために、 クレタ産小麦は元老院の定めた工程価格による強制買い上げによって穀物局の管理下に置かれ厳しい統制下で扱われた。もう一つのクレタ島の重要な輸出品であったワインには小麦のような統制がかけられておらず政府による小麦の統制を嫌った生産者たちはワインの生産に注力するようになった。ベネツヤからの植民者たちによってマルバジーアダネの ブドウが持ち込まれると、クレタ島の気候が、その生産に適していることが明らかとなった。これから製造される甘口のクレタワインは、西ヨーロッパの消費者たちの間で名声を高め、ベネツヤ本国のみならず、フランドル地方やイギリスでも受け入れられた。14世紀にはワインが、クレタ島の輸出品の筆頭を占めるようになり、基準を求めて生産者たちは最も上質の農地を、 武道の生産に振り向け、また新たに拡大される農地の多くも武道園のためのものになった。この結果、小麦用の農地も徐々に武道園に転換されていき、16世紀には、クレタ島は、小麦の輸出は不可能となって逆に輸入に頼るようになった。結果、1574年には、当局は自給用の穀物を調達するために、武道園の小麦農地への強制的な転換を、 行わなければならなくなった。ありがとうございます。